それではお時間になりましたので、北の縄文ランチタイムセミナーというのを始めさせていただきたいと思います。本日はこのセミナーにお越しいただきまして誠にありがとうございます。北海道では青森県、秋田県、岩手県と、そして函館市さんを含みます遺跡のある14の市や町と共同で、北海道北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録を目指した取り組みを推進しておりますけれども、この取り組みを多くの方々に知っていただきますため、北の縄文パネル展、こちらをこちらの B 展示スペースで開催しますとともに、この展示に合わせましてより ご理解を深めていただきますため、この北の縄文ランチタイムセミナー、こちらを2回シリーズで開催いたしております。火曜日に第1回目開催しましたけれども、それに引き続きます第2回目となります。本日は津軽海峡を挟んだ文化圏、その意義と価値と題しまして、北海道唯一の国宝、中空土偶の本物が展示されております函館市縄文文化交流センター館長の阿部千春さんにお話をいただきます。阿部館長のご略歴は同封しておりますチラシに記載しておりますけれども、縄文遺跡群の世界遺産登録を推進するため、四道県などで設置しております縄文遺跡群世界遺産登録推進会議の委員も務められ、地域の方々と一体となって縄文文化の大切さを広めていらっしゃる方です。なお、お手元の封筒には本日の阿部館長の資料のほか、リーフレット等も同封しておりますので、合わせてご覧ください。アンケート用紙も同封しておりますので、よろしければご記入の上、受付の回収箱にお入れください。お答えいただきました方には本日こちらのクリアホルダーも申請させていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは阿部館長からお話をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。函館市縄文文化交流センターの阿部でございます。昨日からJR がまた土砂崩れでですね、動いて運休になっておりまして、今日どうなることかと思っておりましたが、朝一で、順調に出てまいりまして、なんとか到着いたしました。今日は縄文文化圏の津軽海峡圏の縄文文化ということで、お話をさせていただきたいと思います。40分ぐらいですけれども、お付き合いをお願いいたします。ちょっと座らせていただきます。まず縄文時代にまず入る前に、大きく世界のですね、気候変動というものを若干ご説明したいというふうに思います。地球の歴史というのはですね、大雑把に言ってですけれども、大体10万年を一つの周期として、氷河期と温暖期を繰り返しております。8万年の実はですね、氷河期の方がずっと長いんですね。8万年の氷河期と2万年の温暖期を繰り返しているということです。これはグリーンランド の氷のですね、氷柱からですね、の花粉を分析した結果ですね、その気候変動を表しておりますが、今から1万、5000年前、これ BC と書いて、ちょっと小さくて見えませんが、今から1万5000年ぐらい前に1回急激に温暖化が始まって、で一旦、これヤンガー・ドリアスといって下がる時期があるんですが、そこからまた気候が上がってですね、現在と同じような安定した気候になっている。ですから、今1万5000年前ですから、あと5000年経つと、今氷河期に向かっているというような状況でありまして、この今から6000年前、石油も足りていない6000年前が一番温暖だというような状況になっております。で実はですね、この温暖期が始まったときに、人は定住用生活を始めていくわけです。なぜかと言いますと、これはもうイメージでとして見ていただければいいんですが、これが先ほどのグラフですね、気候変動のグラフを色に表したというふうに思ってください。この氷河時代は
人間はそのマンモスとかオオツノシカとかですね、大型の獣を追いながら移動生活をしていたわけです。でなぜ移動生活をしていたかというと、その氷河時代は全部氷に覆われていたというわけではなくて、ちゃんと植物も生えているんですが、気候変動が激しくて植物に頼った生活ができなかったわけですね。動物は気候変動に合わせて移動していきます。マンモスもオオツノシカも植物を食べていきますから、気候変動によって植生が変わると動物が移動する。それに合わせて人間も移動する、こういうことをしていました。ところが1万5000年前にですね、先ほど言ったように急激な温暖化が始まって安定してくる。そうすると植物を利用するようになるわけです。植物が利用できるようになるわけですね。そうした時に世界は大きく2つの方向に分かれていくということになります。このグラフの上が世界の歴史、そしてこのグラフの下が日本の歴史というふうに考えていただければいいんですが、世界はですね、麦を栽培したり米を栽培したり、農耕というものを始めていきます。そして、今度は牛を飼ったり豚を飼ったりですね、羊を飼ったり、牧畜をするわけです。農耕と牧畜によって、安定した、定住生活を作っていくということです。ところが日本は海に囲まれて、そして山は、落葉広葉樹が茂る緑深い山々があります。そして河川がたくさんあるというのが一つの特徴ですね。もう多様な自然環境が、この日本の中にはあるわけです。でこうした、その多様な気候自然環境を活用して、日本はですね、漁労、狩猟、そして採集というように、自然と共存しながらですね、定住生活を実現するというようなことをやっております。これが最大の特徴なんですね。で皆様のお手元に、津軽海峡の文化計画、簡単な、A4 のですね、レジュメを用意いたしました。裏面にはですね、大体その縄文旧石器時代から、縄文時代に至るですね、年表を載せておりますので、ちょっと参考にしていただきたいというふうに思います。そして、このレジュメ、これ最初に話すべきだったんですけれども、大きく今日は3本の柱で話をさせていただきますが、一つは縄文文化の特徴と価値、2番目が縄文時代の文化領域と津軽海峡圏、それと3番目で津軽海峡圏の縄文文化とその意義ということで、ここで若干その世界遺産にも触れていきたいというふうに思っております。で、日本人は農耕民族か、それとも狩猟民族かというタイトルがありますが、なんか日本人というと農耕民族なんだ、足も短いし、米を食べてるからというようなふうに思っている方がたくさんおられると思いますけれども、こういう歴史を見るとですね、縄文時代が1万2000年から1万3000年ぐらい前に始まって、それからずっと1万年以上を続いて、おります。そして、弥生時代、米を食べていた、作り始めた弥生時代というのはわずか2000年前ですから、日本人はもう狩猟採集民だというふうに言っていたというふうに思います。そういうした中で、そのヨーロッパですね、それと西アジアとか中国というのはもう新石器時代が始まり、約1万年ぐらい前からもうすでに農耕を始めているわけです。そしてその農耕というのは広大な土地を必要としますから、その土地の争いで戦争が起きているというようなことを繰り返すわけですね。その農耕によってですね、急激な都市文明が栄えていきます。
よく言われるように、その四大文明ですね、ナイル川の周辺とかメソポタミア、インダス、黄河といったところに農耕を適した土地があって、そこを中心に、まあ、急激に文明が発展していくわけですが、それでも、大規模な戦争によって、大体3000年ぐらいで滅びていくということですね。それにか、と対照的に日本というのはずっと自然の中で1万年以上もですね、狩猟、漁の採集によって定住をしていたということでございます。これはですね、縄文が1万年、そして弥生時代が2000年ということで、2000年前にようやく稲作が、まあ、入ってくるわけです。で、この今まではこの縄文文化から弥生文化にこう発展してきたんだというふうに思われていましたけれども、どうもそうではなくてですね、縄文というのと弥生というのは全く別な文化であるということです。そして私たちは、そのどちらの DNA も持っているということです。そして、縄文時代は1万年も、まあ戦争もなく平和に暮らしたと言われていますけれども、本当に戦争がなかったのかということをちょっとお話をしたいと思います。で、確かに、縄文文化の特徴として、その人を殺すための武器というものは出てきておりません。人を殺すための武器が出てくるのは弥生時代になってからなんですね。まあ、墓の中には石族がこう刺さってですね、亡くなった縄文人の骨も出てきますから、やっぱり縄文時代にも戦争があったんじゃないかと、こういうふうに言われる方が、もおります。ただそれは一部的な戦闘であって戦争ではないんですね。で、戦争というのはどういうことで起きてくるかというとですね、これ戦争するための組織を持っているということです。その組織を持っているか持っていないかというところが一番大きな問題になると思います。で、これは農耕の特徴をちょっと書きましたけれども、農耕というのはですね、土地を耕して、それから次に収穫をするまでに相当、まあ、1年かかるわけですね。まあ、早くても半年以上かかるわけです。これはもう一大投資ですね。もし当時で作物がならなかったら食べていけないわけですから。で、気候に左右されるわけです。ですからもう、収穫をする前に巨大な投資をして、で、天候に左右されるので、やっぱりその天候なりですね、その良くなるように、まあ、それを願う、その祈る人たち、まあ、神官といいますか、そういう人たちの階層もできてくる。それと広大な土地が必要です。で、今ですと肥料がありますので、大体次の年も同じぐらいの量を取れますけれども、その当時は肥料はありませんから、そのまま植えると3分の1ぐらいになっちゃうんですね。ですからまた新たな土地が必要ということで、こういうところで、大規模な戦争が起きてくるわけです。で、その取れなくなると収奪をしていきますから、そこから守るとかですね、そういうことによって、まあ、武器も発展してくるし、そういう戦争に関わらないで戦争をするための人たちの集団というものができてくるわけです。これがそしてその人たちを食べさせていくためのですね、余剰生産というものもこう生んでいくというのが農耕であります。ところが、その狩猟、漁労、採集の人たちというのは、まあ、全員が生産の集団なわけですね。確かにその集団の中にはシャーマンのような人たちもいますけれども、でもそれは
一つの単層の社会の中での職業文化であって、その階層としてですね、生産に関わらない人たちがいるということではないわけです。これがこちらが、その縄文的な、まあ、単層の社会、そして、農耕社会というのは生産の集団、農耕と牧畜によって、生産する集団があって、その、まあ、これ2つに分けてますけれども、祭祀を司る人たちとか、軍隊ですね、とかこういうものが生まれてくる。動物学の今西欽治という京大の先生はこれ集団のことを追いきやというんですが、こういう生産に関わらない、特殊な集団をスーパー追いきやという呼んでおりますが、こういう集団ができるかできないか、あるかないかというのがですね、戦争、大規模な戦争ができるかできないかということなので、まあ、こう社会の構造的にですね、縄文社会というのは戦争、大規模な戦争ができるような、組織ではないということだと思います。そして、ちょっと話がそれるかもしれませんけれども、この、その漁労狩猟採集によって生産をしていく集団の価値観とか精神文化、それと農耕と牧畜によって生活をしていくその人たちの価値観とか精神とか、これは違いがあるわけです。この漁労狩猟採集という自然の中で暮らしている人たちにとっては、まあ、人間は自然の一環だというような考え方が生まれてくるでしょうし、農耕牧畜というのはですね、自然を開拓して、生活をしてきますから、まあ、人間が頂点にあって自然をコントロールしていくという価値観になっていくわけですね。こういう違いが、その定住生活をしてきたときに、世界が大きく、まあ、2つに分かれていくということになると思います。そして面白いのはこの2つの集団、非生産集団と生産集団、この2つの中にも当然価値観の違いがあります。そして国が変わる、要するに戦争によって国が変わると、この上の部分が変わるだけで下の部分は変わらない、こういう特徴もあります。それではですね、その変化のない、まあ、精神性というか、その狩猟採集漁労で生活をしていく縄文の人たちの精神性が一番よく表れているのは何かと言いますと、一つは今日ロビーにも展示してありますけれども、道具、それと貝塚、それまた織戸以降というものがございます。道具は、ほとんどが女性像で、しかも妊娠をしているような像が多いです。これはやはり生命を生む唯一の存在である女性をですね、まあ、生命の象徴として、命の再生とですね、循環を願って、作ったものだろうというふうに思います。それと貝塚ですね、森戸以降、これはどういうものかといいますと、貝塚というと、まあ、その当時の人たちが食べた貝とか動物骨とかこれを捨ててありますから、ゴミ捨て場だというふうに言われておりました、今までは。それと森戸以降というのは、これなかなか聞き慣れない言葉だと思いますけれども、この森戸以降というのはですね、土器とか石器をたくさん捨ててあるんです。だからこれも 一見見るとゴミ捨て場のように思います。ところが、まあ、要するに簡単に話現場で説明するときは、縄文人もこう燃えるゴミか燃えないゴミと燃えるゴミを分けてたんだよというふうに言うんですけれども、でも共通しているのは何かというと、そういう貝塚、そして森戸以降からは大事なですね、翡翠の玉とかですね、お祭りごとで使うような石棒とかですね、
とても捨てるようなものじゃない大切なものが出てきます。それと共通しているのは、どちらにも人の墓があるんです。ですから、人の墓があるということは、ゴミ捨て場ではないですよね。これはもう50年も昔にですね、河野博道先生という人が、縄文時代の貝塚はアイヌ文化のですね、送りの場と同じだというふうに言っております。その縄文の人たちは、人間はもちろん動物にも植物にも、そして自分たちが使っている道具類ですね、土器、石器、これにも魂があって、それが、役割を終えた時にはですね、ただ捨てるんではなくて、こう感謝をしてお祭りをしながら魂を送るということをしております。ここが僕はその縄文とですね、今の日本の人の心の共通性だろうというふうに思います。今でも、この森の以降からはですね、鹿の角で作った針をこう3つに折ってですね、そして並べて火を焚いて送っている儀式をやっています。今でも日本では針供養というのがあります。で、使った針をただ捨てるんではなくて感謝して捨てる、こういうものに感謝するというような文化、これは、欧米の、使い捨ての文化とはですね、全く違う日本的な心だろうというふうに思っております。日本のものづくりの原点というのもここにあるんではないかなというふうに思っているわけですね。そういう日本の心に通じるですね、ものが縄文からずっと伝わってきているということです。そしてこの縄文文化、今世界遺産にしていこうというぐらい、関心が高まってきているわけですけれども、これは、その縄文文化が、素晴らしいというだけではなくて、その今の社会の変化に、変容に伴ってですね、価値観が変化してきているんだろうというふうに思います。日本の文化、歴史の中には先ほど言ったようにずっと長い1万年間の縄文文化があってですね、そして2000年の弥生文化があります。これはどちらが良くてどちらがダメということではなくて、日本の私たちの中にはその2つの価値観が流れているのが、これが僕は一番いいことだというふうに思っていますが、弥生というのは稲作をしていきますから人間が挑戦にあって、そしてこう自然を開拓していきますし、効率的な作業をしていくという必要がありますから、社会の、組織も後の実力制度のができるようにですね、社会の組織もそうですし、物の考え方も非常に合理的なんですね。土器一つ見ても機能優先をした土器を使っています。ところが縄文というのは自然の中で生かされているということですから、人間は自然の輪の一環なんだという考え方をしているわけですね。小さな集団の、ネットワーク、小さな集落がですね、ネットワークをきちんと取りながら、攻撃をしたりですね、までやっているわけです。そして土器も機能とは全く関係ない文様をにすごく大切にしているということで、まさしく今のネットワーク型社会のを先んじてやっているような感じだと思います。こういうその社会的な背景があって、今縄文文化というものが注目を集めているんだろうというふうに考えています。ちょっとまとめてみますと、縄文文化というのはですね、多様な自然環境の中で漁労、狩猟、採集を基盤としてですね、定住を実現しながらですね、これからちょっとお話ししますけれども、活発な交易活動を行った日本の親戚文化であるということです。それと今から1万、今からだと1万5000ですね、 BC 紀元前1万3000年から300年ぐらい前の約1万年以上もですね、大規模な戦争がない時代が続いた、世界的にも稀な文化であります。それと土偶作りなど、
土偶というのは直接生活に関わらないですね、まさに縄文人の精神性の表れだと思いますが、こういった土偶作りなど、命の再生とか循環とか、こういった高い精神を持って精神文化を持ったものだということでございます。ではその縄文時代というのはですね、一律に全部が縄文文化としてですね同じだったかというと実はそうではないですね。今でも北海道は道南部と道央部というのは、気候も風土も違いますし、ちょっとこうお国柄も違いますね。そして東北、それとまた関東、関西、九州というようにですね、現在のもうそのお国それぞれの地域にお国柄があるように、縄文時代ももうすでにこのお国柄というのがあったわけです。ですから一律同じ文化ではなくて、8つぐらいに分かれているんですが、共通しているのはこの縄文、土器というものを使っているということです。この、縄文土器、発見したのは、アメリカのですね、明治の時代ですけれども、明治初期にアメリカのエドワーズとモースという人が大森海下の縄文土器コードマークトタリというふうに言ったんですが、縄目の文様を発見しましたが、実はそうではなくて最初に発見したのは、岡本太郎だっていう、岡本太郎は自分で僕は縄文土器を発見したんだというふうに言ったというふうに言われております。どこで発見したんだって聞かれたら、上野の博物館で発見したんだということが、これは笑い話のようで本当なわけですね。ある意味本当なのは、岡本太郎はその縄文土器の凄さをですね発見したということです。それは機能とは全く関係ない、こういう突起があったり文様があったり、この素晴らしさを初めて日本人で発見したのは岡本太郎だというふうに言われております。そしてこの実は土器というのはですね、数千と言っていいぐらいの数があります。縄文時代は、早々期、それから北海、早期、前期、中期、後期、晩期とこう分かれておりますけれども、それぞれの時期にですね、それぞれの特徴的な土器の形と文様を作っています。そしてまたこの一つの時期の中でもですね、これはもう数十のですね土器形式に分かれております。ところがこの道南地域と北東北というのは、早期から早々期からと言ってもいいんですが、早期から晩期まで、縄文時代の初めから終わりまでのですね、ずっと同じ、文様の土器を使っているわけです。ところが、ご存知の通り、ここの津軽海峡にはブラキストン線というのがあって、動物、植物もですね、生態が違います。よく見ると縄文の、例えばイノシシがいるとかヒズバがいないとかですね、生態系が違います。そして、石器を見るとですね、石器の組み合わせが違います。石器というのは直接、生活に関係するものですから、生態系、生活が違うと石器が違うというのは分かるんですが、土器の文様って直接、生活に関係ないですね。でもその全然生活に関係ない文様を1万年以上ずっと同じ、この描写がですね、同じ文様を使い続けているということです。考えてみると、この土器の文様というのはですね、何て言いましょうか、民族衣装と同じだというふうに考えていただけると分かると思います。自分たちは同じグループ、同じ仲間なんだという意識をですね、1万年以上持ってきているということは、これは非常にすごいことだなというふうに思います。通常海峡があると文化が遮断したりですね、
欧米の方では海峡をもとに、ね、戦争があったりするわけです。ところがこの津軽海峡というのは1万年以上縄文時代を通してずっとですね交流の海峡であり続けたということです。そしてその次の時代、本州は弥生時代に入りますけれども、北海道は俗縄文時代、縄文時代が続くんですね。そうした時に東北、北東北の方を見てみますと、これが俗縄文時代の土器ですけれども、やはり北海道の土器がずっとこの東北まで、北東北まで入ってきています。ということは縄文時代だけじゃなくて次の時代もこの道南と北東北というのは一つの集団であり続けたということだと思います。そしてそういうその津軽海峡を挟んでですね、どういうものが一体一体してきたのかということですが、今日はそのロビーの方でも翡翠などが展示しておりますけれども、これ今函館市内の遺跡から抜粋して、ご紹介いたしますが、これ翡翠の間が玉ですね、こう大きな玉もございます。この翡翠は、新潟県の糸魚川周辺から持ってきたものです。それとこれ漆製品ですね、これはどの形から見ると大体今の言うと福島県のあたりじゃないでしょうか。それと秋田県産のアスファルト、これは南海製の貝、こういうものが津軽海峡を挟んで、この道南に持ち込まれてきております。ちょっと、函館の遺跡のですね、中で見られる交易品を紹介していきますが、ちょっと黒くて分かりませんが、これ土器の中に入ったアスファルトですね。これは当時はですね接着剤として、使って、おります。出てきた時はこんな感じですね。ボール状に穴を掘ってその周りにアスファルトを置いてます。そして中で火を焚いて、そのアスファルトを溶かしてですね、割れた土器をくっつけたり、あと石毒とそのヤガラをですね接合したり、こういった接着剤代わりに、使っています。当時のハイテク剤だったと思います。そしてこれはアスファルトの塊ですけれども、ちょっと今明るいので見にくいですが、こういう筋が入ってですね、ここにこうポツポツポツと吹き出た吹き出した跡があります。でここに渦巻きがあります。これは現代のアワビですけれども、まさにおそらくですね、このアワビの貝の中に入れて、持ち込んできたんだろうというふうに思います。この函館の南海部地域というのところの遺跡ですけれども、ここにはアワビ現在はもうおりませんので、別のところから持ってきたということが分かっております。そして、このアスファルトですけれども、今この秋田県そして新潟県のものがですね北海道に入ってきています。北海道の方に新潟に入るのアスファルトが出ているのはこういうところですが、偶然にもこういうところからはですね新潟産の翡翠も一緒に出てきてますので、翡翠とアスファルトを、まあ、一緒に運んできているんだろうというふうに思います。それとこちらはこれは墓の底にこう何やら赤いのが見えるんですが、クリーニングをしていきますと、どうもですねここは頭、肩、腕、そしてこれは足のところですけれども、人の頭、肩、腕というところから赤い、なんか製品が出てきました。これをですね、きれいにクリーニングしていきますと、漆の糸で、編み物を作っているということが分かりました。拡大するとこんな感じですね。繊維の糸にですね漆を塗って、それで編み物を作って肩当てとか腕当てにしております。これは年代測定をやりましたら約9000年前の年代が出てきておりまして、世界で最も古い漆製品ということになっております。そしてこの漆製品というのは、これは茂社長の
イチャニチシネという曲ですね。これは小樽のオショロドバというところです。これは新潟の青田遺跡というところですね。こういうところから、これ大部遺跡というところから、まあ、各地で出てるんですけれども、日本海を中心としてですね、東日本の、まあ、おそらくこの対馬海流に乗った中で、新潟から秋田、そして北海道にこういう漆製品が持ち込まれているということでございます。ということで、この津軽海峡を挟んだ北東北と北海道の南部というのはですね、一つの文化圏として縄文時代ずっと栄えていたということです。そしてこの縄文文化をですね、これを北海道と北東北のですね、まあ、宝にしていこうということで、平成15年の9月に、これは1期目の高橋知事ですけれども、柿の島遺跡に来ていただきまして、これをですね、北東北と北海道の遺跡を、世界遺産を視野に入れてアピールしていこうということで、北の情報文化回廊づくりというのが北海道道庁のですねを中心に始まったわけです。でその頃はまさか世界遺産になったらいいなというぐらいのつもりでおりましたけれども、もう実際にはですね、15年に始まったのがですね、20年にはもう暫定リストに入りまして、今まさに、本登録に向けて、北海道と関係市町村でですね取り組んでいるというような状況になっております。このエリアですね、先ほどずっとお話をしておりました津軽海峡を挟んだこの北海道の南部の地域と北東北の今18遺跡がですね、構成資産になっております。北海道の中では千歳市のキースの終点防具、これは巨大なですね、包みを作って、その中に墓を作るんですね。ちょっとこれは伊達市の北小金井貝塚、洞爺湖町の入江高砂貝塚、それと森町の、ストンサーク、これも巨大なストンサーク、また、函館市は、大船遺跡、これ縄文時代中期の大規模な集落群ですし、もう一つですね、これは柿の島遺跡というところで、先ほど言った盛戸遺構、貝塚と同じだということをお話をしましたけれども、120メートルの100メートル、高さが2メートルという巨大な盛戸遺構があります。これが今、世界遺産の構成資産になっているということです。ちょっと時間が押してまいりましたので、世界遺産をざっと見ていきますが、世界遺産というのは、文化遺産と自然遺産、複合遺産ありますけれども、人類共通の遺産として残していくべきものということで、ございます。世界遺産条約というのがあってですね、日本もそこに、ユネスコにありまして、そこに加盟しているわけですが、今現在17の世界遺産が日本にございます。文化遺産13、自然遺産4件ということでありますけれども、残念ながら、北海道には自然遺産はありますけれども、文化遺産は、ありません。この縄文のですね、世界遺産をですね、縄文の遺跡群をなんとか世界遺産にしていきたいというふうに考えて、おります。世界遺産になっていくにはですね、まず暫定リストに載っていかなければなりません。今暫定リストに載っている件数は12件ほどありますが、長崎の境界群と、北海道の、縄文遺跡群、これが争っておりましたら、急に明治日本の産業革命遺産群というのが入ってきまして、これが、先に行くことになりましたけれども、早期のですね、登録を目指して、北海道とともにですね、頑張ってまいりたいというふうに思っております。そしてこの、縄文の世界遺産というものを通してですね、縄文文化を通して、
日本の心というものですね、世界にアピールしてまいりたいというふうに思っております。なんかたどたどしい話になってしまいましたが、私の話をこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。安倍館長ありがとうございました。津軽海峡を挟みました北海道北東北の縄文遺跡群でなぜ世界遺産を目指すのかということにつきまして、分かりやすくお話をいただきました。それでは最後に本日ご講演いただきました安倍館長にもう一度大きな拍手をいただきまして終了したいと存じます。本日は誠にありがとうございました。